はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウイニングポスト9 2021、ライブ配信始めていきましょう。2011年5月4週からのスタートです。ツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。プリーズツイッチマイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。そして、アーカイブは YouTube 27日21時配信予定です。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。This live archive my YouTube channel upload 2 days after premiere live my YouTube channel channel subscribe do and good button please。 そして旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタン。はい、ということで、今回は2011年5月4週なので春競馬の後半となります。千六さんもロードカラノアで稼いできた。オークスですね。ホエールキャプチャーか。なんとか止めたいですね。ロッキージンステークス、天の初音ミク一番人気となります。121トップです。一番人気でプレビスレースいきましょう。ニューベリー競馬場、3歳 G1 ロッキージンステークス、芝 1600m のマイル戦です。こちらイギリスのニューベリー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはポエッツボイス、直線競馬ですね。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してテンプルハーツ鼻に立ちます。その後ろからはポエッツボイス、この馬も上がっていく構えです。さらにはオールドジャック、コモー、コモナオールクエスト、その後ろ先手を取ったのはテンプルハーツ、グッドリンシェアラー、それに続いています。これに続いてマーケットバンド、その外にサッカーパル、内からはシティスケープ、その外からシャインニッキー、天の初音ミク、後ろからナックルマーフィー、そのうちに続いています。その隣にオレンジフットステップス、その外にジーズカフェ、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。その外にボードインディスクリション、先頭は依然としてテンプルハーツ、2番手はグッドリシェア、そろそろ初音ミク上がってこないと。 G1 7勝天の初音ミク、まだ後ろ、でも別の馬の方が勢いがいい。さあ先頭に立ったのはシティスケープ、1馬身から2馬身のリード、初音ミクあと 200m 伸び返せ。先頭は依然としてシティスケープ、2番手は天の初音ミク、シティスケープ差を広げる。シティスケープ1着、2着にはどうやら天の初音ミク、勝ったのはシティスケープ、見事な勝利です。なんと伏兵にやられてしまいましたね。イスパン賞天のゲド戦記一番人気となります。117100字を超える馬はいませんが、決して安心してはいけない。
ということでレースです。パリロンシャン競馬場 G1 イスパン賞芝 1850m です。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。ヒンドリベイユ前に行きそうです。ラマナウェイブそれに続いています。さらにはオーカサスブレード、12番ビートリックスキッド、その後ろヒンドリベイユ先手を取りました。その外からスクラッチネイティブ好位置をキープしています。アマノゲドセンキ先頭から最後方までおよそ10馬身よどみのない展開になりました。その外にサウンドグロース、さらにはブックパートナー、内からはブレインズウィングド、その外にグーリーフェーム、その隣にアニーサウスジェット、その横にケープリランナー、すぐ後ろにディレクターシーア、並んで1番バーボンカレラ、その外にポモナピート、しんがりからソルセーネカ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から古豪ヒンドリベイユ、依然として先頭、前はヒンドリベイユ、2番手はスクラッチネイティブ、オーカサスブレード、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。ヒンドリベイユ先頭、前に迫るアマノゲドセンキ、ここで先頭はアマノゲドセンキ、1馬身から2馬身のリード。サウンドグロース2番手、さあ叩き合いだが残り 200m を通過して、先頭はアマノゲドセンキ抜け出したか。2番手はサウンドグロース、アマノゲドセンキ勝ちました。アマノゲドセンキ完勝。2着はサウンドグロース、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノゲドセンキ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。そして国内ヘアステークスです。山の冬ソナ、天野キャンキャンの2頭出し、ヒューソナ1番人気、キャンキャン2番人気、アマノグーもいますね。クラブは凱旋ソラフネです。さあここ、本種本命はアマノキャンキャンの方ですね。エスポアルシティなんかもライバル馬として存在します。あとフリオーソですね、激戦です。戦法は変えられますがどうするかどうしよう、フリグーだけ差しでいってみるか。ダイジェスト、京都 G3 ヘアステークスダート 1900m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エスポワールシティ先頭、あと 200m、 エスポワールシティ後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手は天野キャンキャン、届かない。1着、2着は天野キャンキャン、3着に天野冬ソナ、見事に勝ちました。エスポワールシティ。キャンキャンが2着、冬ソナ3着、グーは大敗です。どんだけ2着なんだ。勝ちたいんやってわけで、さあ、これはホースイステークスかな、型のインサイト1番人気、まあ軽くいきましょう。名称なるとも言いますね。ダイジェストです。京都オープンと3歳オープン特別ホースイステークスダート 1800m です。第4コーナーをカーブして、先頭に踊り出た、入りました。型のインサイト先頭、残り 200m、 型のインサイト余力は十分か、さらに引き離していきます。2番手はオートリバーディ、型のインサイト強い強い、型のインサイト圧勝ゴールイン。2着はオートリバーディ、3着に名将ナルト、これは桁外れの強さだ。型のインサイト、
さあ次がオークスです。肩の毛を2番人気、肩の山がある3番人気、1番人気はクラブバーホエールキャプチャー、同じくクラブバーある凱旋劇場も4番人気で続いております。そしてホエールキャプチャーが、1番人気ですが、肩の毛音ですね、本州本命はこの2頭の一騎打ちムードでしょうか。先方を変えられるのが、ヤマガールは先方を変え、2頭とも変えられるけどな、ヤマガールを先行策取ってみましょう。ではレースです。3歳牝馬の頂点を決める、G1 オークス優秀牝馬、東京競馬場芝 2400m で行われます。牝馬クラシック第2弾となります。さあ果たして勝つのは所有馬かクラブ馬か。府中の芝 2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優秀牝馬オークスの発想です。さあ最後は大外枠のホエールキャプチャー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。オリーブダービー好スタート、エリンコート、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくエリンコート行きました。続いて前へ行くのはオリーブダービー、では前の方から見てみましょう。肩の山ガール先手を取りました。その外にエリンコート並んで、15番タンブルリベロ、ルビアノクーリー、それに続きます。その隣にペンマキャシー、その外からグルベイグ、これに続いてオペラサーチ、その後ろからは肩のケイオン。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。すぐ後ろにオリーブダービー、さらには凱旋劇場、その外にサリタトロイ、これに続くのがマルセリーナ、一番人気のボエールキャプチャー、現在馬群の中ほどにつけています。ピンクの帽子イルドラバー、その後ろ 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。内からはマイネイサベル並んで、3番ペイエムカバー、アラバマコメディ、この馬もこのグループ、しんがりからウィンドシャーガー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。17番グルベイグ、肩の山ガールすぐ後ろ、この辺りで各馬大けやきの向こう側を通過。さあ先頭は依然として17番グルベイグ、グルベイグ後続を引き離す。肩の山ガール、山ガールが先頭へ、さあ直線に入りました。これからの勝負、グルベイグ先頭、内から肩の山ガール、グルベイグ先頭、内からガールが先頭だが、どんどん馬が襲ってくる。肩の山ガール先頭、残り200メートルを通過して先頭は変わって、ホエールキャプチャー、やっぱり強いのか。肩のケイオン、ホエールキャプチャー、この馬で決まりか。先頭はホエールキャプチャー、一着でゴール、二冠ですね。肩のケイオン、三着に肩の山ガール、ホエールキャプチャー、牝馬二冠達成、あとは秋華賞を残すのみ、牝馬三冠はもう目前だ。ホエールキャプチャー強かったな。ロース、さあダービーの週です。オルフェーブル登場です。そういえばオルフェーブル馬娘実装決まりましたね。 CV 日笠陽子なのはびっくりでしたけど、それがオルフェーブル、ボバ三冠を狙います。海外は4頭いや5頭か、5レース出走です。
サキタワ杯 JPN2 目黒記念もいるのか。駆動戦機すごいな。マイルを固定なのになんで宝塚なんだ。生涯一度の大舞台、まあ、オルフェーブル一強だろうな。暴君とまで言われてるよな。この辺だったらかなわないだろうな。お、今のトワードさんじゃないですか。あ、今のトワードさん、あなたもですか。これかな。ということで5月の5週ですね。お、ジャスターウェイ、イクメンやハヤブサも評価を集めてるんですが、これボバですね。やっぱりジャスターウェイなのか。もうゴルシーとかいますね。フランケル最上位です。フランケルはまあ5戦5勝まだ負けがない。まあオルフェーブルでしょうね。距離延長はプラス材料でしかないって言われてます。サクサキングスイコピコあたりか。さあこれでエマトラドが欧州サンバに目が行くってことですね。そうなんだ。浮舟さんとかアリスリヒドちゃんまだね、馬買ってくれないんだよな。肩の軽音はオークス2着ですね。基本的には大丈夫だけどまだ早いよな。これ宝塚記念出すなんて。パワーの見劣りがどうも出てしまったみたいなんで、パワー重視でいきましょう。激しく鍛えてもいいです。で、軽音は距離分からんな。適度な距離が分からん。2400もいける気がするし、持たないかもしれん。まあ、これって牝馬限定だろうな。マナトゥースか。今状態はまあまあ一周放牧してちょっと様子見てもいいかもしれないです。で、山ガールもまあ休むよな。この辺は、まあ、宝塚ないよな。ピッツです。で、重賞取ってんのに白百合行くんだ。どうなんだろうな。いや、別に白百合いかんでいいんじゃないの。
休ませましょう。無駄レースは避けたいな。で今回オルフェです。状態はいいです。スピードエース、勝負根性と瞬発力はまだ分かりませんけど、多分強いの間違いないだろうな。柔軟性以外はほぼ高い。まあマイラーですね基本。ツイッターはまあ休ませましょう。そばにいるね。2勝か今、まあ、これからですね。 iPhone も4勝ですから、がこれからです。今週レースに出ます。まあ、こいつは覚醒なんで問題ないでしょう。トゥルースは一勝もしてないのか。投手上げる勝算で、カレンちゃんですね。まだ G1 勝ってないです。カレンちゃんなんとかしたい。ルーラーシップ、距離ギリギリだよな。あ、ギリギリじゃないんだ。じゃあまあいけなくはないけどな。まあ金札獲得したし、このまあ宝塚でいいんじゃないでしょうか。で送り人がダイヤモンドジュビリー。4月4週に出たらダメですよね。どうしよう。送り人、まあでも地下ジュライカップに変更です。あ、違う、疲れてないな、一周でよかった。一方ブルーレイマイルから中距離っていうとこじゃないでしょうか。芝田と両方ともいけるんですけどね。マンハッタンに出ます。アラホは安田記念、うん、まあマイラーなんで出ないといけないよな。ブイナビスター15勝か。ブラックキャビアもどうなんだろう。サイバーか、まあ、9歳、9勝上げてるんで短距離戦だな。初音ミク6キンチを勝てなかったんだ。いやこんなとこ出てるっていうか距離が長い元から、さすがに、宝塚はないです。マイルから1008ぐらいだな。これでもいいぐらいだよな。これはダートなんで違う。プリティポリーにしましょう。で竹歌かで初音ミク、それ出した上で一周放牧。ニコニコは長距離路線、ヒーローはまだ一周マイル路線か。芝ダート両対応、どっちがいいんだろうな。芝とダート、
とも言えないですね。馬のつぼみです。確かに万世ではあるけれど、そろそろもう走ってくれないとな。ブルックリン、今距離はいいのか。フェイトは2500、ギリギリな感じはしますけどね。キャンキャンは2着が本当に多い、チャンピオンズステークスを含めて。花盛りがいいのか。オンワンヌってどのぐらいのレベル？あ、これは強い。無理。分からん。あ、出せるならここに出したいですよね。てか花盛りがなんでここにいるんだ？ゲド戦記11勝、宝塚はちょっと距離が長いな。だから宝塚は出しません。6月3週のあヒーローがいんのか。マハタはブルーレイ、ニコニコがいるんですでに出せません。と言って6月4週じゃ損だしな。たくさんレース出せるレースあるけどな。ゴルディコバとやってもいいし、てかこれだったら安田記念とかでもいいんじゃない。まあアラフォーがいるからな、アラフォーに任せたいよな。まあもうちょっと待とう。その短距離戦とかはね、なるかな。一応ホスターデーブハンデかな。でスマートファルコンも放牧が必要だが、帝王賞に行きましょう。オーケンブルースリー、ついに金札を確定しました。ちょっと疲れは溜まってな、大丈夫だからこのまま行きましょうか。手にあった調子を落としている、やばい。2000は大丈夫。ハウル、ハウルってどう。あ、2200は大丈夫だな、想定内。中京記念か。もうちょっと上のクラスで出して好結果出せそうな予感はするんだけどな。2300カレンちゃんとかいるけど、ゴルディコバだから無理だな。これ出してみるか。フリーナババって言ってるけど、ひょっとしたらチャンスあるかも。
あでも無理か。さああとブログは鳴尾記念、ペルソナがちょっと様子がおかしい、放牧中だ。それで、ね、治ればいいんですけどね。しげちゃん応援団を、あ、ダメか。お、使える。ラストグルーヴか、どっちがいいんだろう。ラストグルーヴスピード上がったらどうなるんだろう。シーツでは緑ですが、さあ少しお待ちください。はい、お待たせいたしました。では再開しましょう。いきなりレースです。ゲームリーステークス天の iPhone 一番人気です。131、112のデイムセーバーが一番だから、あとプレザントバドミントンぐらいですね。ザゴラ、これは
勝てるでしょう。レースです。サンタニタ競馬場 G1 ゲームリーステークス芝 1800m です。こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはミルノンクラップネル、プレザントバドミントン。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくミルノンクラップネル行きました。続いて前へ行くのはプレザントバドミントン。それでは先頭から天のアイフォン先手を取りました。アイフォン逃げますね。ガンドリアスペシャリスト、その隣にストリーミングキャリコー、サリーダンスーズ、そのうちに続いていますスティップルルネ、上がっていきました。粉はゴリしている。その外にポリティスルー、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。並んで G1 馬レイムセイバー、すぐ後ろにザゴラ、内からはイースターアストレンティア、青の帽子ミルノンクラックネル、その後ろイルドシーン、それに続いています。内からはビショップインテンション、最後方にドリルディレクター。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。 G14 勝天のアイフォン依然として先頭に立っています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然として天のアイフォン、2番手はガンドリアスペシャリスト、間を挟んでポリティスルー。さあ先頭まま4コーナー回ってきたよ。直線コースに入りました。天のアイフォン追い出すが、残り 200m を通過して一気に後続が抑えかかってきた。さあ詰まるが詰まりきらない、勝ちました。天のアイフォン1着、2着はレイムセイバー、3着にガンドリアスペシャリスト、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天のアイフォン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。うん、強かったですね天のアイフォン。G15 連勝となります。そしてメトレオポリタンハンデ、天のヒーロー、2番人気、1番人気ビッグドラマ。でビッグドラマ104しかないやん。レーティングでは1番だと思います。先方変える、ちなみに先方変えられますが難しいな。このまま行こう。レースです。ベルモントパーク競馬場 G1 メトロポリタンハンデダート 1600m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。シュワルツオークション好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくシュワルツオークション行きました。続いて前へ行くのはシドニーズキャンディー、さらにはフェルアンサー、12番アルプミーカーソン、その後ろシドニーズキャンディー、先手を取りました。そして大きく離れてビッグドラマ、この位置です。黄色の帽子天のヒーロー、いい位置につけました。ウィナーズスコア上がっていきました。その後ろからはミスリメンバード、その隣にトゥーエピグラム、すぐ隣にファディオプラード、大きく離れましたアムールクリスマス、スクエアリーブズ、それに続きます。さあ先頭はまだ G1 馬シドニーズキャンディー、リードは6馬身ぐらいあります。シドニーズキャンディー一人旅、大きく離されて2番手はアルプミーカーソン、ね、ファディオプラード、あんまり前行けなかった。アマノヒーロー、
まだ動きません。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者やばい、ぶつかり合いだ。あと 200m、 ビッグドラマ。ビッグドラマ2番手はハリー・プラウド。とてつもない強さ。ビッグドラマ強い強い。ビッグドラマ圧勝ゴールイン。2着はハリー・プラウド、3着に天野ヒーロー。勝ったのはビッグドラマ、見事な勝利です。タタソウルズゴールドカップブエナビスタ登場。タソールズゴールドカップブエナビスタ1番人気、もちろん1番人気130だしな。ただ120台が結構いる。サラフィアなんかも強敵ですからね。家臣は禁物、前に行く馬が少ないのもな、気になるところですが、ではレース行きましょう。カラ競馬場 G1 タタソウルズゴールドカップ芝 2100m です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはショッキング、ブロフィートシンディ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してショッキング鼻に立ちます。その後ろからはブロフィートシンディ、この馬も上がっていく構えです。さらにはセカンドザデー、5号ポリネシアンソフトリー、その後ろショッキング先手を取りました。少し離れてエイディーンズキャバーン続いています。すぐ後ろにスノーフェアリー、その隣にリワイルディング、ポールバラクーナ、それに続きます。青の帽子アメリケイン、その後ろその外からアンビシャスドラゴン、並んで16番ノーベンバーモナーキー、ハーバートサンセット、そのうちに続いています。並んで G12 勝ベイトバンド、その外にサラフィナ、これに続いてナポリコンポージャー、最高峰にウエナビスタ。ベイナビスタ最高峰か。前をかけていきます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最高峰までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前の方からもう一度見ていきましょう。 G14 勝ショッキング、依然として先頭、並んで14番プロフィートシンディ、先頭は依然としてショッキング。ここで先頭が入れ替わりました。プロフィートシンディ、ショッキング。さあどこだ、ブエナビスタは。スノーフェアリー中だ。残りあと400m、長い直線、ここからどうか。日曜王者の争いだ。先頭に踊り出そう。先頭は変わってブエナビスタ、しかし外からも来ているが、リオソサラフィナ、サフィナか。先頭だ、ブエナビスタ勝ちました。1着、2着はサラフィナ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ブエナビスタ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さらに勝ち星を積み上げました、ブエナビスタ。アイルランド2000ギニーフランケル1番人気、131ダントツですね。ランケル131です、ダントツです。あとショートンバぐらいかな。
レース行きましょう。カラ競馬場3歳限定 G1 アイルランド2000ギニー芝 1600m マイル戦です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。まずは先行争い。バラエティークラブ前に行きそうです。スーカーブ回ってあとは直線だな。それにはモッシーセンサー。4番エデュケイテッドパライス。その後ろ先手を取ったのはバラエティークラブ。ピンクの帽子チャーターツイスト。その後ろ内からはバンティズベルティン。好位置をキープしています。フランケル、ドリームアヘッド、その内に続いています。その外からクイーンズチョイス、内からはエクセレブレーション、内からはホリデイウィンドウ、その外にジョートンバ、内からはシグナルナイサー、内からはアルマゲストダラー、その外にゾファニー。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。しんがりからジャーニーコプラン、ここでアリンサルビア先頭に変わりました。ここで先頭が入れ替わりました。バラエティークラブ、フランケルはどこだ。2番手に控えました。3番手にフランケル、絶好の手当たり。フランケルは3番手、いやもう先頭だ。ここからどうか。ここで先頭はフランケル、これはちぎれた、ぶっちぎれですにゃと。後続を引き離しにかかります。残り 100m、 2番手はエクセレブレーション、こんな大差です。このままでフランケル独走、素晴らしい、ぶっちぎりです。2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。フランケル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。G1 4勝となります。チャンピオンズ&チャターカップ、アマノハウル1番人気。100は大激戦ですね。ちょっと厳しいんじゃないかな。レース行きましょう。シャティン競馬場 G1 チャンピオンズ&チャターカップ芝 2400m です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。先行争い何が行くでしょうか。タイムリーフォール前に行きそうです。ケニーラセーヌ、それに続いています。さらにはギブンパーチェス、10番スキュタイポンダー、その後ろ先手を取ったのはギブンパーチェス、その隣にトラックネビエスタ、レガシーガブスレイ、それに続きます。これに続いてデイトカンタロ、その外からブルーススウォード、サンフォードスキップレイト、そのうちに続いています。この辺りで各馬第一コーナーに殺到していきました。その外にアドラブルボート、緑の帽子プライセンテンス、その後ろ内からはサンディートレジャー、カリフォルニアメモリー、すぐ後ろアマノハウル、この位置です。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から12番トラックネビエスタ、レースを引っ張ります。1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。リードは1馬身から2馬身スキュタイポンダー、それに続いています。大きく離れましたギブンパーチェス、その外にケニーラセーヌ、さらにはアドラブルボート、並んで古豪タイムリーフォール、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はまだ無敗のトラックネビエスタ、2番手はスキュタイポンダー、間を挟んでギブンパーチェス、3番手最強女王アマノハウル、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日曜王者の争いだ。トラックネビエスタ先頭、外から勢いよくアマノハウル、ここで先頭はもう先頭ですね。残り 200m、 何の心配もなかった。後続を大きく引き離しました。ぶっちぎるのみ。カリフォルニアメモリーアマノハウル、この馬で決まりか。強かった、強い強いアマノハウル、圧勝ゴールイン。2着はカリフォルニアメモリー、
3着にトラックネビエスタ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ブマハウル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあ、先玉杯です。アマノエレループ一番人気、クラブはラベリータもいます。有力はラブミーちゃんやシルクメビウスあたりかな。ダイジェストです。浦和 JPN2 先玉杯ダート 1400m です。さあ、短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。アマノエネループ先頭、2番手はラブミーちゃん、アマノエネループ先頭はアマノエネループ1着でゴール、2着にはどうやらラブミーちゃん、勝ったのはアマノエネループ。キザレベルはアップ。さあ、そしてこれなんだっけ、カシノピステークスだったっけ。クラブは凱旋ときかけ、ひとまずダイジェストいってみましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。レーシン G ライン先頭を伺う、外から勢いよく凱旋ときかけ、先頭レーシン G ライン追いすがる、外からエイロフトティ、残り 200m を通過して凱旋ときかけ、さらに足を伸ばす。2番手はエイロフトティ、凱旋ときかけ先頭だ。凱旋ときかけ勝ちましたね。凱旋ときかけ2着はエイロフトティ、凱旋ときかけ見事1番人気に応えました。さあ、安土城ステークスです。クラブは2頭、まあ、サクッといきますか。このレースは筑波駅の方が人気です。1番人気テンマスラック、2番人気コスモセンターダノンヨーヨーあたりか。ダイジェストです。4コーナーカーブから直線コースに向きました。デンマークライ先頭、突き放しにかかります。セブンフェザー懸命に追いすがります。残り 200m、 デンマークライ完全にデンマークライが抜け出したな。後ろはどうか。2番手はコスモセンサー、デンマークライ1着、2着はコスモセンサー、これはものが違う。デンマークライ、なんと、さあオルフェーブルのダービーですが、オルフェーブルです。もちろんオルフェーブル1番人気 2.1 倍、しかもグリグリです。インバリオションが対抗馬となります。他ベルシャザールあたりぐらいですね。では早速レースいきましょう。ボバクラシック第2弾、3歳、G1 日本ダービー東京優秀、東京芝 2400m、 ホースマン誰もが目指すレースです。
オルフェーブルが強さを見せつけて2冠目を達成しますでしょうか。馬主、調教師、騎手、すべてのホースマンが一度は勝ちたいと夢見るこのレース。実力とそして強い運がなければこの栄冠は勝ち取れません。日本競馬の最高峰、東京優勝日本ダービー、いよいよ発走です。おっと、桜ランディング、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後にルルーシュ入ってゲートイン完了です。さあ、ゲート出ました。これはいいスタートを切りました。ゴブに出てるな。ダッシュよく飛び出してアジーズクリスタル、花に立ちます。その後ろからはダラークター、この馬も上がっていく構えです。さらにはルルーシュ、前哨戦の勝ち馬中山ナイト、その後ろダラークター、先手を取りました。少し離れてエンドクラウディ続いています。その後ろからはベルシャザール、内からはピットザターゲット、青の帽子エアギャレット、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。オーシャンブルー、その前に進出サダムパテック、すぐ後ろその隣にサクラランディング、一番人気のオルフェーブル、現在馬群の中ほどにつけています。その外からアフリカンウィンド、すぐ後ろにコティリオン、 1000m を通過しました。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。エルカイザー、そのうちに続いています。その外にトーセンラー、すぐ後ろにウィンバリアシオン、しんがりからガノンバラード、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。13番ダラークター、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。前はダラークター、まだ粘っています。2番手はアジーズクリスタル、中山ナイト。さあ4コーナーへ。さあ世代の頂点をかけてダラークタ先頭、さあ中山ナイト、さあオルフェーブル上がってきた。先頭に立ったのは中山ナイト、内からぐんぐんとオルフェーブル、一気に先頭へ。先頭はオルフェーブル、残り 200m、 後続は大きく離れた。2番手はベルシャザール、完璧です。ぶっちぎりです。圧倒的な強さを見せました。2着はベルシャザール、オルフェーブル2冠達成、あとは秋の菊花賞のみ、夢の三冠まであと一歩に迫りました。ウィニングランです。サシラリステークス凱旋ルクエクラブ馬ですね、一番人気となります。ダイジェストいきましょう。京都3歳オープン特別シラリステークス芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。プレイ先頭、後続も横いっぱいに広がっている。当選ビジョン先頭、あと 200m 凱旋ルクエ先頭だ。2番手は金目大成、凱旋ルクエ先頭だ。凱旋ルクエゴールイン。2着にはどうやら金目大成、3着にオールザットジャズ、1番人気に応えました凱旋ルクエ、見事です。そして目黒記念片野フェイト、織月さんが出てます。さあ片野フェイトは1番人気、2番人気クラブは凱旋ヘルシオですか。本正面は凱旋ヘルシオですね。であとペルーサあたりか、人気はダイジェストいきましょう。東京 G2 目黒記念芝 2500m です。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。リーチザクラウン先頭、内からぐんぐんと凱旋ヘルシオ先頭、凱旋ヘルシオ先頭、外からペルーサ先頭、あと 200m ペルーサ、このまま振り切れるか。一気に刀フェイト、フェイト来た、かした。先頭は刀フェイト、1着でゴール、2着はペルーサ、3着に凱旋ヘルシオ、刀フェイト、見事な勝利です。強烈は伸び足でしたね、カタノフェイト。藤谷が結構多いな。今度は、あ、一口番報告。笑い止まらず、銅をもらいます。さあ、安田記念の週、海外 GI も 2レースあります。カレンちゃんには特に頑張ってほしいところ。天の荒方もね、GIまだ取ってないんで、取ってほしいですね。ハリダットだ。ハーフのスナイパー。シャポーン全然出てこないや。あ、健康向上のすすめが来た。ダビーバの移行。一押しあったっけ。お、なんだこれ、香港カップへの道。香港カップ出走馬の投手と調子を上げるか。ん、2歳馬を見せる。2勝もしたのに。まあ、まず種付けしましょう。藤体馬を、ん、あ、インブリードはダメ、全兄弟もダメ。これでもリスク値3ですからね。ソングオブウィンドで、でバンブーですよね。でパーミリアン、ガマのジュピターをバンブー、クラブバー、クトベガーがシーザースターズ、競泳マーチがバンブーメモリー、ファイターウォーターヘアが天野デゼニシー、でタバサ東証が、ヨハネスブルグ、最後ヒストリックスターは、スペシャルウィークか、これか、あれ、
波形音ですね。さすがに宝塚はないでしょうということで、もうちょっとね、地に足をついたレースをに出に行きたいと思います。まあ海外出る策もあるよな。パワーがない、精神力 B だから海外でも大丈夫そう。海外芝 2000m ってどの辺のレースだろう。こういうレースか、フランスでもまあその辺強いからな。まだこっちの方がいい。で竹豊は乗ってくれない。新しい機種、蓮舫が函館スプリントカップ、スプリントステークスか。で山ガールを宝塚は無理だろうな。まだだな、まだこっちは出しちゃダメだ。七夕賞もあるけどな、ダートはダメなんで、面白い、出してみよう。 C 機種、で、フィッツが七夕賞か。パーより柔軟性だったかもしれない。オルフェーブルは当然菊花賞なんですが、菊花賞まで休むのはちょっともったいない。復活三種はレースがないのか、四種じゃちょっと距離が合わないしな。ベルモントダービー招待は悪くはないけどな。それだったらアイルランドダービーとかか、ドイツダービーいたしましょうか。ドイツダービーはパリ大賞典とかか、まあ、アイルランドダービーの方が稼げるからな。でもまあドイツダービー行きますか。ちょっと待ってよ、まあ、竹豊で一周放牧、うわこれは大丈夫か。なんぼなんでも無茶だろう。あ、育成したから疲労が溜まりまくってたんだ。あ、ツイッター喉鳴りがあるんだ。じゃあ、あ、ここからじゃダメか。死んで健康向上で、当然型のツイッターに、ん、あ、要求じゃないとダメなんだ。なんだそれ、しまった。
iPhone は何勝5勝か、距離だから距離が合わないからここは出さない。ゴルデンはダートランで出せないしな。ゴルディコバかちょっと嫌だな。ブエナビスタもう出てんだ。ここ？うん。で、そばにいるねが。ビホルダーマイル。カレンちゃん勝ってほしい。どんなレースだ。まあ大丈夫か。ルーラーシップはまあ当然でしょうね。アラフォーがいよいよ挑みます。でブエナビスタがブラックキャビア、スネミックはリーチをかけているが、花盛り、ビクトリアマイルを取っているが、ここまでかな。ラキスタ、ラキスタ距離が長い。さすがに無茶だ。ちょっと隙をついて狙わないとな、レースを。あ、だといけるやん。帝王賞と、帝王賞じゃない、こっち出したかったけど無理。ならばここだ。で、ニコニコ。フィナバウアーは距離は大丈夫なんで挑まなざるを得ません。ん？あ、調教方針を変更しないといけない。椅子のし、あ、ダメだ、調教方針変えられない。スマートファルコン、でオーケンブルースリーはもう決まりで、ゼニアタ帝王賞、ハウルは距離持つのかな。これ大丈夫ですね。宝塚大丈夫、頭数大丈夫かな。ルーラーシップとかいったら1頭が跳ねられちゃうな。フェイトが、フェイトダメだ、フェイトここに出しちゃダメだな。
ここ面白そうなんで行ってみよう。でグロープがナロ記念。何かしようとしたっけ？アネストリーか。アラホは何も印がついてない。そうだ、ジョッキーのローテで赤いとこがついてたら買えるってやつだ。ないね、深いとこ。では行きましょう、ネクスト。ビホルダーマイルステークス、天のそばにいるね、2番人気です。ダイジェスト行きましょう。サンタニタ競馬場 G1 ビホルダーマイルステークス、ダート 1600m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り200m、大外上がってきた。一気に後続が抑えかかってきた。オーサムマリア抜けた。天のそばにいるね、かわす。先頭です。天のそばにいるね、ゴールイン。2着はオーサムマリア。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天のそばにいるね、まさしく日本が世界に誇れる馬です。次は2連勝となります。海外待望の海外遠征を獲得です。さあ、ジャイプール招待ステークスにカレンちゃん登場。1番人気だから100台後半もあります。実績が足りないよな、カレンちゃん。レース行きましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 ジャイプール招待ステークス、芝 1400m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ前に行くのはどの馬か。ジャイアンツハウンド前に行きそうです。ステラーステータス、それに続いています。トランクイリティエミーレ、どうやら後方からの競馬。それでは先頭からカレンちゃん先手を取りました。その外にウッドサイドノバ、その隣にジャングルマイヤー、すぐ後ろにジャイアンツハンド、その外からタウンハーティード、さらにはアプライドガントレット、ステラーステータス、すぐ後ろ、その後ろにスワーブリーワード、並んで8番コテージアンデス。先頭は依然としてカレンちゃん、
2番手はウッドサイドノバ、間を挟んでアプライドガントレット、3番手さあカレンちゃん、押し切れますでしょうか。後続集団も追い上げにかかります。さあペースはいいですね。直線もそんな長くないしな。直線コースに入りました。カレンちゃん、いやまだ持ったまんまだ。これいけるんじゃないの。あ、これ圧勝だ。強い。カレンちゃん、この馬で初 G1 勝利です。独走カレンちゃんぶっちぎりです。2着はアプライドガントレット、3着にトランクイリティローマン。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カレンちゃん、まさしく日本が世界に誇れる馬です。晴れて初 G1 馬となりましたカレンちゃん。そしてスレイプニルステークスです。あ、でもこれは飛ばします。ナロ記念天野ブログ一番人気です。クラブ馬も出てますがちょっと人気がないんで厳しいでしょうね。本誌本命はドリームジャーニーに奪われちゃってますね。他サンライズマックス、オアシスセッションらも人気です。ダイジェストいきましょう。阪神 G3 ナロ記念芝 2000m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、ミヤビランベリ先頭、外から勢いよくローズキングダム先頭、残り 200m、 まだ来ない。ミヤビランベリ一気にサンライズマックス、ローズキングダム、ローズキングダム中割ってきたけど遅すぎる。サンライズマックス勝ったのはローズキングダム、天野ブログ敗れました。これは掲示板までです。さあ安田記念です。1番人気アーネストリーで、それに続く2番人気に天野アラホーが出てまいります。他リディールやファリダットらも人気ですね。あ、本正面は天野アラフォーです。オス4歳なのでここを出発点にカレンちゃんも自分は取りましたし、結果を見せたいところ。さあ天野アラフォー先方は変えられますが、このままでいきます。レースです。春のマイル王決定戦安田記念、東京競馬場 G1 芝 1600m で行われます。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。さあ最後は大外枠のサンカルロ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのは凱旋赤壁、綺麗なスタートを切りました。前へ行くのが凱旋赤壁、続いていくのが天野アラフォー、凱旋赤壁先手を取りました。好位置をキープしています。アーネストリー、エイシンアポロン、すぐ後ろリアルインパクト、有力は前に行きますね。その外からディディル、さらにはアドマイアコスモス、その隣にレッドスパーダ、これに続くのがダークシャドウ、その外にサンカルロ、ピンクの帽子チーフズプリマ、その後ろ内からはダノンシャンティ、並んで漆黒の馬体凱旋ドンカン。
ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。アーネストリー早くも先頭、2番手はアマノアラフォー、エイシンアポロン、3番手さあアーネストリー逃げ切れるか。アーネストリー先頭、2馬身から3馬身のリード。アーネストリーを捕まえられるか。アマノアラフォー外からダークシャドウ、差がつまらない。先頭2馬身から3馬身引きます。残り 200m、 アーネストリー意地を見せる。一気に凱旋赤壁、差が詰まったが届かない。アーネストリー1着、2着にはどうやらアマノアラフォー。アーネストリー一番人気に応える見事な G1 勝利です。アーネストリーの中に前に惜しくもアマノアラフォーを破れました。3着は凱旋赤壁ですね。キザレベルはアップしたが、緑ばっかりですね。出走馬がすごい難しいよな。これでいけるはず。ん？ OK できない。え？ 1,2,3,4 頭までは。あ、イナバワーもいるや。ブログ、あ、ブログブログ、お前なんでここにいるんだ。春は出るよね。さあ、2頭新馬戦です。アマノ AKB、 そしてジェンティルロンナです。海外は3頭が出走です。まずそばにいるねがビホルダーを勝ちまして2連勝を挙げました。これに G1 3勝目となります。おかしょうばか、札幌記念言ってますが、札幌記念なくても大丈夫。2月3週ぐらいまででなんかレースあればいいんだろうな。これ行ってみましょうかな。いや、もうちょっと。7月を2週のエクリプスってどうなんだろう。2連勝ちょっとこれ出してみるか。こっちだな、ケウタか。で、カレンちゃんはついに G1 学びましたが、ここからですね。iPhone が先に登録してる。3周って出れないよな。送り人が出て、スタートばっかりだからな。iPhone も5勝してますからね。
iPhone とかぶっちゃうな。まあでも戦わせるしかないのか。あ、ブラックキャビア出てるやん。送り人がいるんだけど、送り人を別にここは出していいよな。で、送り人をちょっと変更させよう、ローテを。送り人どこだ？1200か1500。出すレースが難しいな。CBC 賞はハンデレースか。あとは CBC 賞出すか。でももうすぐなりそうですって言ってる。難しいな。非常に距離長いんだよな。だからなく出したくはないな。あとこの辺みんなダートレースだしな。ぴったりなレースがない。モリス・オギス賞かな。まで延期か。全然レース出られへんや。戻そう。でこれでカレンちゃんのジョッキーを武豊に変更する。次です。天野ブログ、札幌記念となってますが、けど別に寿命を尽きたわけじゃないよな。出してみるか。で、天野の方です。安田2着、まだ G1 取れていません。確かに函館記念もいいが、ちょっと放牧不安だな。8月を1周以降にしようのマイル戦、サセックス。スターファンではゲド戦記が出てんで、ここです。17? 血統的どうだ。アメリカ血統か。ゲド戦記と入れ替えてもらおうかな。前期もどっちかといえばアメリカ向きだけど、まあ
どっちでもいいか。いや、ちょっと待って、セックス、そうだ、アラホは勝たなきゃいけないんだ。こっち行きましょう。明らかにちょっとなんかコメントが違うからな。で、ゲド戦記と入れ替えです。ゲド戦記どこ、ダメか。無茶でしょうね、ゴルディコバに挑むのは。だって分かっててもやらなきゃいけない時はある。なんてことはなくこっち挑みます。お待ちください。
はい、お待たせいたしました。では始めていきましょう。ブルックリン招待ステーク様のつぼみ一番人気 G2 ですね。なのでこちらダイジェストでいきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。残り 200m 伸びない。後続ははるか後方、2番手はアーディエントトンバ、後続は大きく離れました。ドロッセルマイヤー1着、ドロッセルマイヤー完勝、2着はアーディエントトンバ、勝ったのはドロッセルマイヤー、見事な勝利です。そういう3着か、伸びが悪かったよな。マンハッタンステークス天のブルーレイですが2番人気か。コートビジョンとかあのジオポンティとかツーマンいすぎだな。ちょっと厳しいですね。ちょっと先方変えましょう。先行策ダイジェスト、ベルモントパーク競馬場 G1 マンハッタンステークス芝 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭台を出たが日米王者意地のぶつかり合いだ。これかわされるんだよな。ジオポンティ伸びてきた。ジオポンティ2番手はアマノブルーレイ、後続は大きく離れました。ジオポンティ強い強い。ジオポンティ圧勝ゴールイン。2着はリトルマイク、3着にアマノブルーレイ、勝ったのはジオポンティ、見事な勝利です。コーネーションカップ天野ニコニコ1番人気。ワークホースがこれ強いんだよな。シュイスデゼーグル、ちょっと相手が強いかも今回は。サラフィナまでいるやん。レース行ってみましょう。エプソーダンズ競馬場 G1 コロネーションカップ芝 2400m です。こちらイギリスのエプソムダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ケープブランコ好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してケープブランコ鼻に立ちます。その後ろからはキタセリタ、この馬も上がっていく構えです。さらにはインペリアルジョン、8番エデュケイテッドレナウンス、その後ろ先手を取ったのはケープブランコ、シュリスデゼーグル、それに続きます。これに続くのがベイクトバンド、内からはフェーム&グローリー、ピンクの帽子天野ニコニコ、いい位置につけました。ニコニコは外枠なのもちょっと気になりますね。大専門勝馬ワークフォース、その外にカメリケイ、コース外専門勝馬なんだ。ゲーリックビグラス、その横にスモークシェーバー、アスコットフジヤラ、うん、すぐ後ろその後ろにサラフィナ、シンガリからエフィシエント、コインつけてますね。鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 G1 馬ケープブランコ依然として先頭、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。リードは1馬身から2馬身、これに続いて後位から中段や前というとこかな。その後ろ、その後ろからはエデュケイテッドレナウンス、並んで9番フェーム&グローリー、ワークフォース、それに続いています。天野ニコニコ、ポジションとしては悪くないが、こっから伸びてくるかどうかですね。少しずつ位置を押し上げております。トッテナムコーナーを回って長い長い直線に入りました。ケープブランコ先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。キタセリタ手応えは悪くありません。前を捉えられるか。さあ伸び争いだ。ニコニコまだ後ろ、
懸命に前を追っています。しかし残りあと 400m、 あんまり伸びない。ここからどうか。ここで先頭に立ったスタセリタ、残り 200m を通過してサラフィナ先頭だ。2番手はシュリス・デゼーグル、サラフィナ差を広げる。サラフィナ1着、2着にはどうやら離されちゃいましたね。最後3着にシュリス・デゼーグル、立ったのはサラフィナ、見事な勝利です。これはちょっとつらい。さあ、天野 AKB デビューとジェンティルの名がデビュー戦です。なんと同じレースになってしまった。本正面はジェンティルロンナーの方ですね。ダイジェストいきましょう。阪神2歳新馬戦、芝 1200m、 天野 AKB とジェンティルロンナメイクデビューです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野 AKB が先頭ですね。3馬身から4馬身のリード、残り 200m を通過して、さあつまらない。後続はまだ後ろ、2番手はジェンティルドンナ、後続は大きく離れました。天野 AKB1 着、天野 AKB 完勝。2着はジェンティルドンナ、3着にダームドラッグ、これは桁外れの強さだ。天野 AKB、 天野 AKB がジェンティルドンナを破りました。トップクラス、そしてプソムカップです。クラブはトゥーザグローリーが登場、3番人気。1番人気はアロマカフェ、アクシオンも有力です。ダイジェストいきましょう。東京 G3 エプソムカップ、芝 1800m です。さあいよいよ直線の攻防、レッツゴー霧島先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。レッツゴー霧島先頭、外からトゥーザグローリー先頭、残り 200m、 先頭は依然としてトゥーザグローリー、2番手はアクシオン、トゥーザグローリー、この馬で決まり か、 トゥーザグローリーゴールイン。2着はアクシオン、3着にアロマカフェ、見事に勝ちましたトゥーザグローリー。そしてマーメイドステークス、アマノトゥルース、1番人気となりますが、グリグリか。チーフズプリマとか、光るアマランサス、セフリーとか。ダイジェストいきましょう。阪神 G3 マーメイドステークス、牝馬限定、芝 2000m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。セフリート先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ、あと 200m。 さあ先頭は今度は天馬バトル、アマノトゥルース、かわすアマノトゥルース。1着勝ちましたね、アマノトゥルース。1番人気に応えましたアマノトゥルース、見事です。さあこれだけ出走、うち海外のレーサー4頭、まあ、山ガールは G2 ですけどね。
とまずこの週もやろうかなと思あと 2000m 以上か。これがあるやん、マーキュリーカップ。あ、でも不利要素がいるからな、甘くないかも。で、ブルーレイです。疲れはちょっと溜まってるますね。次をレース考えないとな。1600の2400だから2000の芝あたりで、8月を1周以降です。キングジョージか、芝か、これはダートか。あ、ダートもいけるんだ、ブルーレイ。じゃあちょっと心配する要素が減った。これで出てみましょう。武豊で、でニコニコがちょっと負けちゃったな。まあグッドウッドカップの方が本命ですよね。あ、そうだ、なんでここで、放牧しちゃうんだ。じゃあ、登録だけしとこうかと思ったら、登録できない。じゃあ、79強なわけないよなっていうことで、で AKB がここ勝ちましたね。芝、距離は万能、得意は芝。ちなみに海外で芝のやレースやるのはいつからかな。1月3週間もやるんだ。あ、ちなみに これって今7月を3週だよな。ちょっと出してみましょう。そしてジェンティル女は当然リベンジ燃えなきゃいけません。で、トゥルースか、トゥルースマーメイド最後差し切りましたね。ただどうかな、ヒーバー限定なら勝ち切れるけど、逆に言うとボバ混合とかだったら勝ちきれないかなっては思う。そばにいるねは、これ3勝目か。
ニコニコ作れないか。一元どんな馬だ。外国馬なんだこれ。みんな有力馬の一頭フランケルですね。フランケル、あれ出るんだフランケル。いやフランケル別に出なくていいんじゃないの。なんで出るんだっけ。ああ、ここにしか出るレースがないからか。まあでもここまでするんだったら出る意味そんなにないんじゃないか。悪いな。てか距離が長い山の蓮舫。オープン特別で言えばいいのか。ああいや、これは本当に出るレースと、はい、はい、ということで、このレース今回はここまでとさせてください、はい。次回は、おそらく宝塚記念あたりですね、を行って夏競馬突入となります。ぜひ次回もお楽しみに。今回の配信はツイッチでお届けいたしました。ツイッチアカウントフォローお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。 この動画のアーカイブは YouTube にアップロード予定です。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 YouTube じゃない、YouTube にアップロード予定です。27日21時頃にライブプレミア公開予定です。YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive My YouTube チャンネル Upload 2 days after My YouTube チャンネル Subscribed and good button please。 そして旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントをフォローリポストいいねお願いいたします。 My TwitterX アカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。
ウィニングポスト9-2021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。